やはり農業はなかなかその大変な作業が多くてですね、人間がこう目で見てキュウリを各等級に仕分けを行うという作業をやってます。キュウリの仕分けというのは基準を統一するっていうところが重要なポイントでして、それをいろんな人でやるとやはりその基準がバラバラになってしまうんですね。今まではうちの母が1日忙しい時は本当に8時間ぐらいかけて仕分け作業だったりだとかしてるんですけれども、それをなんとか楽にできないかなと思いまして、 AI に置き換えることによって誰が使っても同じ基準で仕分けることができるっていうふうな仕組みが作れるんですね。Google の、TensorFlow がオープンソース化されたことをきっかけに開発を始めました。まずはじめに大量のデータを集める必要がありまして、母が仕分けたキュウリの画像をですね3万6千枚をバシャバシャ取りためて、この M の特徴、L の特徴っていうのを AI が、自動的に学習してくれるっていう仕組みになっています。仕分け作業が効率化されたおかげで、熟練者じゃない人でも 1.4 倍ぐらいのスピードで仕分け作業を行うことができるようになりました。今特にその農業って高齢化とか農業人口の減少とかでですね、生産ノウハウがですねもう日々こうなくなっているわけですね。ハウスの水やりだとか冬場のボイラー制御だとか、そういうのを AI を使って効率的に、もしくはもっと品質が高い野菜を作れるようにしていくことによって、次の世代の参入するためのハードルっていうのをすごく下げることができるっていうところに非常に期待しています。